こんにちは、中西祐介と申します。タイに来て1年8ヶ月ぐらいになります。なぜタイに来たかというと、大阪でタイ人の彼女と会ったからです。僕は現在デイリーガーリックという黒ニンニク専門のお店を始めています。抗酸化作用のおかげでがんを予防したりとか、血圧を上がるのを抑えたりとか、心臓を保護したり肝臓を保護したりなどの効果が科学的に証明されています。僕は普段コワーキングスペースで仕事してまして、近くのところでバンコクファーマーズマーケットが開催されるっていうのを知って行ってみることにしたんです。それ楽しかったので、自分が売る側でもやってみたらどうなのかなと思って挑戦してみることにしました。